皆さんこんにちは、クラブナビゲーターのリハンジェです。やってまいりました第4回ハンジェの部屋。トゥールル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 あ、間違えた。あ、こっからこうだったね右が今の逆デスク、そのまま続けてくれる。あ、それもいいですね。すいません、試されてた。すいません、アドリブ聞かなかった。皆さんこんにちは、クラブナビゲーターのリハンジェです。やってまいりました第4回ハンジェの部屋。トゥルル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 ラー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 。今回のゲストは太田俊介選手、福井幸喜選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、本日のゲストは太田俊介選手、福井幸喜選手です。よろしくお願いします。最初から感じる第4回だけど、そういうのもありな、可愛いとこあるじゃん。可愛いんだよ。何ですか？こちらに悪いな。そういう時助けてほしいんだよね。だから今、ありがとうね、すぐ突っ込んで。ありがとう。まずは太田選手、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。何が言うか俺もありがとうございます。始まる11日。また勝った調子悪いだよ。調子悪い。もう2失点してますどうぞ。ここからね、第1子おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。よかったね。立ち会えたんですよ。あ、立ち会えたの。そうなんだ。ちょうど練習終わった後の時間でタイミングも良くて。どうですか、号泣しました。泣きました。マジ感動。まあ、そうだよね。福井選手、はい、私ちょっと小耳に挟んでしまったんですけど、はいはいはい、どうされましたか。太田選手の出産祝いを海舟選手なりはしたっていうのを聞いたのに、福井選手がまだ出産祝いを届けてないっていうのを聞いたんですけど、実際どうなんですか、そこは。いや、全く何もないです。いや、そういうなんか俺がね、悪いやつみたいな言い方してますけど、はい、あのちゃんと聞いたんですよ、周囲に何が欲しいって。そういうのってやっぱ聞いてやるんじゃないですか。で、まあ、あのいっぱいやっぱもらってると思うんですよ。だからちょっと一旦置いて、落ち着いて、あ、じゃあそこから週何をもらってるかなとか、そうそう、徐々に聞き出してドンってあげる。一歩構えてる。あ、そうそう、今のこれ若いでしょ。だね。そうそう、でもお祝いってスピードが大事よ。いやいや違う違う、そんなん早くあげたスピードを大事にしてる。お前らに。あ、確かに。違う違う、そういうのじゃなくて。違う違う違う。で、ここからちょっと真面目な話でサッカーに関してちょっと聞いていきたいと思います。はい、まずは、それぞれここまでのリーグ戦を振り返ってみてほしいと思います。本当にチームとしての、まあ、力だったりとか、まあ、そういったものはこう十分見せられてるとは思うんですけど、結果としては、まあ、やっぱり、まあ、勝ちきれなかったりだとか、まあ、なんか負けちゃったりとかっていう試合もあって、まあ、この順位にいちゃいけないチームだとは思うので、まあ、物足りなさは正直感じます、僕自身も含めて。太田選手はここまで私の調べによれば、20試合999分出場の5得点と、あの甲府では確か、シーズン最高記録が6得点だったかな、はい、もうそれに迫る勢いで1年目からというと非常に僕私はもう溶け込んでるなと思うんですけど、そこら辺はいかがでしょうか。そうですね、まあこれも僕的にはやっぱ満足できてなくて、その試合の出場分数自体もまあ、満足できてないですし、まあ、得点だったりとか、まあ、そういった結果のところも、まあ、チャンスはもっとありましたし、全然まあ満足はできない状況かなというふうに思います。やはり選手としたらやっぱりスタメンで出たいという思いを持つのって当然だと思うんですよ。その中でも、太田選手というのは常にチームファーストで、フォワードチームを体現してくれていると思いますが、その点いかがでしょうか。そうですね、これも、まあ、タンさんが今言ってくれた通り、まあ、フォーザチーム、まあ、じゃないんですけど、まあ、やっぱり選手としては、スタメンで出たい気持ちは強いですけど、まあ、何より大事なのは、チームが試合に勝つことで、まあ、それがスタメンだろうが、まあ、サブであろうが、それメンバー外れていようが、まあ、その姿勢は変えちゃいけなくて、まあ、それはこう、そういった選手が一人でもいると、やっぱ伝染してしまうと思うし、まあ、そこは今こう自分の中でもうまく整理しながら、自分の心をこう
整理してやってます、ね、はい、素晴らしいですね。私も過去最高の12番目の選手って呼ばれたことがあって、まあ、納得はしなかったものの、ただ振り返ってみればそれでも必要とされてたんだなって思えるような時期が来ると思いますので、そうです、ね、今後もフォワードチームでよろしくお願いします。頑張ります。福井選手、はい、福井選手はここまで、はい、チームで唯一リーグ戦全試合フルタイムフル出場となってますが、はい、いかがでしょう。まあ、守備に関しては、まあ、昨年だったらやっぱりシュートブロックに1回行ってその後決められたりとか、そういう、まあ、失点が多くなっていたんですけど、まあ、今年に入ってやっぱり出せない、クロスの守備だったりクロス上げさせないとかうるさく言ってるんで、まあ、そういう部分では失点が少なくなっているのかなと感じますし、まあ、それは別に誰が俺が守るとか俺が決めるとかじゃなくて、チームとして、そういう意識、みんなで守ってるっていう意識が多分みんな頭の中にあると思うんで、まあ、そういう部分ではまあ、うまくいっていると思いますけど、でもそれでも周が言ったようにこの順位じゃないチームだと思うので、もっと上に行けるためにはもっと失点を減らさないといけないし、まあ、その中心で僕を止めることができればもっとチームも支えられると思うので救えると思うので、はい、まあ、後半戦もう今始まってますけど、そうですね、そういうところはチーム全体でやって意識してなと思います。私としては今シーズン福井選手を上から見ていて、はい、やっぱその誰よりも声が待ってて、でちょっとこうぬるっとしたような雰囲気が出た時にやっぱり引き締めるような大声で叫んでるシーンというのをやっぱ見かけるので、そういう意味では福井選手からは自信というよりも責任感みたいなのを強く感じるんですけど、そこは意識してますか。あ、もう、はい、そうですね、まあ、ピッチに立てない人がまずいるっていうことがあるんです、はい、チームでそういう11人が出てるだけじゃなくて、それ以外にも試合の日にもグラウンドで練習してる人もいるん で怪我で試合に出れない人もいるし、で周りのスタッフも応援してくれる人もいるんで、まあ、その90分で悔いのないようにやりたいと僕は負けても勝っても思ってるんで、はい、そのためにはやっぱり、まあ、僕が喋ることもチームが前向きに、そしてサポーターの方も何だろう、燃え上がるものが出ればチームの勝ちもより近づくのかなというふうに思っているので、はい、声は辛さと出していきたいと思っています。で、太田選手、はい、初めての移籍になると思いますが、不安な部分とかありませんでした、この町田にも加わることで。いやー、めちゃくちゃ不安でした。まあ、初めての移籍ですし、まあ、慣れ親しんだ甲府を離れて、やっぱり、まあ、自分の立ち位置だとか、まあ、そういったものもこう出来上がりつつあるというか、チームの中でもそういった中で、まあえて抜け出して新しい地に来るっていうのは、まあいろんな面で不安は確かにありました。あとは、まあ、先ほどもおっしゃったようにやっぱり山梨県出身ということや、まあ、下部組織出身から大学を経営してヴァンフォーレ甲府にトップチーム入りしたのは多分史上初めてですよね、はい、僕調べですけど、間違ったんですけど、はい、まあ、その中で かなり、ね、期待されてましたけど、まあ、その中でもあえて町田を選んだっていうのはどのような思いがあったんでしょうか。まあ、本当にこうその期待というものは、まあ、感じない日はないというか、やっぱ地元なんで伝わってくるというか、まあ、いろんな人伝えでも伝わってきますし、まあ、スタジアムでも感じますし、まあ、そういったこう皆さんの期待だとかそういったものを背負ってプレーできるというか、まずすごい、まあ、選手としては幸せなことだったなというふうに思っていて、でただこう自分のこう成長を考えたときにスケールのでかい選手になりたいと思っていたので、まあ、大きな決断が必要というか大きな変化が必要なんじゃないかなっていうのはこうどんどん出てきた考え で、まあ、その中で町田さんはこうなんだろうな、チームとしてのエネルギーだったりクラブ全体 その現場だけじゃなくてクラブ全体の、まあ、良くなっていきたいっていうエネルギーだったり、まあ、パワーをすごい感じたので、ここで僕も一緒になって戦って、
まあ、個人としても大きな成長を遂げたいし、まあ、このクラブとして大きくなっていきたいっていうのが分かるそのクラブで、そのクラブの成長にこう携わりたいというか、まあ、そういった気持ちがあって移籍は決断しました。私は太田修介選手のことは特別何か知ってたわけではないんですけど、ただ僕結構いろんなチームの試合とか見るので、その中でヴァンフォーレ甲府でなぜこの選手が出ないのかなって今ここにいるから言うわけじゃないですけど本当に思っていて、でその中での印象深いのは多分ヴァンフォーレ甲府での、プロ初ゴールかな、胸で押し込んだシーン覚えてますね。あれも新潟戦、あのシーン見たときに魂ある選手だなと思って素晴らしいなという中で、町田ともね、キャンプで試合をしたりして、はい、その時もゴール確か決めたよね、はい、見てて、いや、いい選手だなと思って、その選手がね、やはり加入するということで、私も今シーズン初めに期待する選手はその中でね、太田修介選手っていう挙げさせていただいたのもありまして、僕それ見てました。ありがとうございます。配信で嬉しかったです本当に、はい、そういう意味で本当に加入していただきます。誰、ありがとうございます。改めてまずじゃあ福井選手から見て太田選手の特徴、まあ、プレー面のみならずいろんな特徴あると思いますが、まあ、サッカーを中心に何か特徴など。いや、もう確実に多分みんな分かってると思います。綺麗のある動きだったりスピードじゃないですか、ね、やっぱそこは J2 でもそうですけど違いが多分試合見て分かると思うんですけど、はい、その1個の局面で、まあ、ハマってたとしてもシューが僕のキックでもそうですけどディフェンスの裏取ってくれて、そこから多分局面変わってくるんで、まあ、本当その局面を変えれる選手っていうか、まあ、そういった部分で大学とはまた違っててプレースタイル、そうなんですか。大学の時は2トップやってて、その一人だったんですけど、裏抜けを永遠に命がけてた選手。しっかりパス出す選手はいたんですか、その時。いや、いなかったんですよ。それがそう、それがいなくて、そう。シューはめちゃくちゃシュートレンドもシュートめちゃくちゃうまい、フィニッシュもうまいのに、やっぱパス出す選手がまあ、いないってわけでもないですけど、ちょっとシューの動き出しがレベル高すぎて、裏取ったね。ちょっと。まあ、そこで俺、まあそこから甲府行って、まあ、その3年間に何があったか僕は分かんないんですけど、まあここで町田一緒にやってみたらもうプレスラー本当に勝って、それを今の武器にまでしてるから、いや、それはすごいなって。ただでも裏は、ね、常にやっぱり意識して狙ってますよね。それはそうですね。ただ、まあ、後期言った通り結構プレスタイル自体は変わってきてますね。ドリブラーのイメージしかないけど、全然もともと大学の時トリブルなんてしないよね。もう全部裏抜けだと、しかもこんな足速くなかったです。あ、そうなの。でもシュートめちゃくちゃうまい。シュートうまいイメージはある、まあ、それは今もうまいですけど、なんかもうすごい俺がもう見てない時にすごい成長してるって、なんか上から見てる人ですありがとう、うん、恥ずかしいからそんな言えないですけど、まあ、そういうのねすごいな。水戸戦というので途中から出てきて一度ピンチアシストも、ね、素晴らしかったですね。めちゃくちゃ気持ちいい現場だった今こんなに本気でちょっとプライベートの話も聞いていきたいと思います。お願いします。まあベタな質問ですけど、お二人はオフの何してますか。いや、まあ今コロナ禍なんでちょっとやっぱり制限されますし、ただまあちょっとプライベートなそういうことですか。結婚式を挙げるとかそういうので今ちょっと打ち合わせとか呼ばれるかも。ちょっと忙しいんですよね。まあハンさんちょっとそれも当日あれっていう。今やっぱり、まあ、なかなかねコロナ禍で行けないんで、じゃあ2人でどっか行くっていうこともなかなかないと思いますけど、大学時代は2人仲良かった。いや、そうもういや週めちゃくちゃ真面目なんで、はい、マジでオフとか出ないですよ。ずっとさっきインキャラさん、インキャラっていうのはインキャラなんですけど、インキャラなんですけど、サッカーに対してめちゃくちゃ真面目だから、なんか あるんじゃないですか、ね、そういう誘いでいいかも、うん、いいのわかんないですけど、でもそうだよね。僕はこんな感じだった。違う、でもそうじゃない？そう今はじゃあもう基本的に家族いて、家族とそうですね、基本は家族とですね。本当にコロナでいろいろ行けない、せっかく東京なのに、うん、そう
ろいろいけないのもまあちょっとつまらないですけど、まあ、ただなんか奥さんが妊婦の時は散歩とかしなきゃいけないんで薬師池公園が結構なんか自然が綺麗で、そのなんか奥に神社があって、そこになんかたまに行ったりしてましたけど。見ました、大友社長が説明してる。ああ、それ見ようと思ったんですけど。いや見てよまず見てよ、マジでヤバいやつだあれ見ないの。3回に分けて見た。見てない、見てないか。それ見に入る選手が見てどうするんだよ。まずそれを見て薬師池公園っていう話をまずね。それではちょっとこうね、話も尽きなくなんかいろいろ話聞きたいところですけど、はい、あの残りの試合の意気込み、そしてファン、サポーターへメッセージ含めてちょっとお二人一人ずつ聞かせてください。まあさっきと同じ話になりますけど、まあ、僕たちはここにいるチームではないと思うので、もっと高みを目指して、よりチーム一丸で戦っていければ必ず昇格っていう目標をつかみ取ることができると思うので、でもそのためにはサポーターの皆さんの力ももちろんそうですし、今まで支えてくださったスポンサーの方の力もより借りて、また町田ゼルビアファミリーで頑張っていきたいと思いますので、応援のほどよろしくお願いします。まあ、後期も言った通り本当に何位とかにいるチームじゃないと思うし、まあ、本当にチームの力自体はあると思うので、まあ、それをこう試合でやっぱり出し惜しみすることなく、まあ、100% やりきることができれば、まあ、勝てない相手はないと思いますし、本当に自分たち次第だと思うんですよ。だから本当に自分たちが毎試合毎試合 100%出して、まあ、そうすれば、まあ、結果は絶対ついてくると思うので、まあ、そこを本当に全員で同じベクトル向きながらやり続けていくことと、またサポーターの皆さんも本当にバックスタンドができて本当によりこう拍手だったりとかそういったものがこう響いてて選手たちにもすごい届きやすくなっていると思いますし、本当にきつい時間帯とかは本当に後押しになるので、まあ、今まで通り、まあ、それ以上、大きな、まあ、今声援とかは無理ですけど、そういった拍手だったりとかそういったもので後押ししていただけると、まあ、僕たちも 100% 出しやすいですし、まあ、チーム全員、町田ゼルビアの関係者全員の力で、まあ、ここから昇格に向けてやれたらなというふうに思ってます。はい。そこ厳しいね。厳しいね。前半戦ね、やっぱりみんなが見せてくれた戦いのおかげで期待感が非常に高まっていると思いますので、後半戦より上を高みを目指しながらやっていってもらいたいと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。